ふみひとしんのうひきこ。ふみひとしんのうひきこ。ふみひとしんのうひきこ。1966年、昭和41年9月11日体は、日本の皇族。秋篠宮ふみひとしんのうの日。旧名は、川島きこ。未来は、しんのうひ。皇室天範における継承は殿下。お印ししは、ひおうぎあやめ。君頭は、君一等奉還症。学位は、 博士、人文科学、お茶の水女子大学、2013年3月。1966年、昭和41年9月11日、川島達彦、和代夫妻の長女として、静岡県静岡市鶴学の恩師財団再生会、静岡再生会病院、当時館妊娠脳が、総裁にて誕生。父が、ペンシルベニア大学大学院に留学したことから、 6歳までアメリカで過ごす。1969年昭和44年9月、米国ペンシルベニア州フィラデルフィアのローズモント・トリニティ・スクールに入園。この間に自由学園幼児生活団、幼稚園通信グループを卒園。1970年昭和45年9月、同州のセントメリー・キンダーガーデンに入園。1971年、 昭和46年9月、リースクールに入学。1973年、昭和48年、父の達彦が学習院大学助教授に就任したため一家で、帰国し、同年6月、静岡市立中田小学校の1年に編入学。同年9月には、東京都の新宿区立早稲田小学校に編入学。1975年、昭和50年4月には、 豊島クリツメジロ小学校3年に編入する。翌1976年、昭和51年、学習院初等会編入。しかし、翌年の1学期を終えた段階で、父がオーストリアウィーン郊外、ラクセンブルクにある国際応用システム分析研究所、ア朝の主任研究員に招かれたため、一家で私を、約2年間を同地で過ごす。1977年、 昭和52年8月、ウィーンのアメリカインターナショナルスクールインビエンナ6年に編入。英語に磨きをかける一方、ドイツ語も日常会話に困らない程度にまでなった。1979年、昭和54年9月、日本へ帰国。学習院女子中等科へ編入し、学習院女子高等科に進む。女子高等科時代には、クラスで選ばれて、 厚生委員を務め、街頭に立って、ハンセン病患者をはじめ恵まれない人たちへの募金を呼びかけたり、身体障害者の人たちが作った絵はがきを進めたり、する活動に取り組んだ。1985年、昭和60年、学習院大学文学部心理学科入学。大学校内の書店で、一年先輩の綾野宮、文人新納、当時と出会う。以降、 サークル活動を通して、交際を深めた。1986年、昭和61年6月26日に、久美ひとしから求婚を受けるが、即答は避けた。早い段階から宮中にも招かれ、皇太子、秋人親王、当時らとも面会していた。綾宮が主催する、テニスサークルでは、皇太子、秋人親王、道子妃、当時も参加して、 ダブルスの試合に興じ、楽しんだという。秋人新王は、キコちゃんと気作に呼びかけたり軽食を勧めりするなど、ごく自然に一家に溶け込めるよう心配りをしたという。大学では、綾宮のとの出会いの場となった、自然文化研究会のほか、心理研究会、手話サークルに所属。手話は、文化祭で、手話劇を見て感動したことをきっかけに始めた。 言葉が不自由な学生に付き添って、講義を受け、通訳をしたりノートを取ったりもしていた。新商社の車椅子を押したり、自閉症の子供の面倒を見るなどのボランティア活動も行っている。また、大学内外の国際交流団体で留学生の世話をしたり、アジア問題など興味を持つ分野の講義を、他大学で聴講したこともあった。婚約内定の報道がなされた際、 社内の表記基準に従い、新幹事の川島と表記した報道機関も存在したが、区内庁関係者などからの強い要望もあり、戸籍名の川島に表記を改めた。1989年、平成元年、学習委員大学を卒業し、同大学院人文科学研究会心学、社会心理学を専攻する。同年8月26日、 婚約内定が報道される。9月12日に開かれた皇室会議において可決され、同日後も、文人新郎同席の記者会見を行った。平成会言後初の刑事であり、若々しい二人の結婚は国民から祝福された。昭和天皇の門が開けた1990年、平成2年1月12日に、納祭の儀が取り行われ、正式に婚約が成立した。 当時の住居が学習院大学教職員用の共同住宅だったことからマスコミは 3LDK のプリンセス一般家庭から誕生した現代のシンデレラと彼女を呼んだ。同年6月29日に結婚の儀が行われ、これに伴い戸籍から少女され皇族府に記載される。翌1991年平成3年10月23日、 マコ内親王が誕生。1994年、平成6年12月29日には、過去内親王誕生。愛子内親王の誕生以降、皇太子夫妻に解任の兆候がなく、皇室は男系男子による相続が耐える危機に直面していた。2003年、平成15年12月には、湯浅俊夫内長長官が皇室の繁栄を考えると、 秋篠宮ご夫妻に第三子を強く希望すると発言。2006年、平成18年の歌会詞では、夫妻共に、昨2005年、平成17年9月24日のノト鳥包丁に関する音だが、ノト鳥は赤ん坊をもたらすシンボルであることから、夫妻にも第三子を望む気持ちがあったと考えられる。2004年、平成16年からは、 皇室天般に関する有識者会議により、女性、女系天皇容人の議論が進む中、2006年、平成18年2月7日、のり子ひの解任がスクープされる。その後2月25日に、宮内庁から解任が正式発表された。同年7月18日、部分前地対判による大量出血の危険性を考慮して、皇族としては初となる。 帝王切開による出産が実施されることが、区内庁より発表された。特に、皇后は、のりこひの身を非常に案じたという。8月16日より、東京都港区の愛育病院に入院。9月6日午前8時27分、久人新郎を出産。身長48.8センチメートル、体重2,558グラム、男子の誕生は夫である。 秋篠宮文人新王以来41年ぶり。これによって当面の断刑断絶は回避された。なお、夫妻で国民の役に立つならばと再対決の提供を申し出ていたことが話題となる。2009年に日本学術振興会が出産や育児で研究を中断させた女性の研究員を研究現場に復職させるために設けた制度を適用し、 名誉特別研究員となって研究活動を再開する。お茶の水女子大学がのりこひの受け入れ先となり、公務の合間を縫って研究室に通い、その都度、専門の教授らを招き、健康心理学の観点から結核に関わる意識と行動についての研究を進めた。お茶の水女子大学に論文を提出し、2013年3月、博士、人文科学の学位が授与された。 秋篠宮文人親王との子女、第125代金城天皇の皇孫にあたる。政府による正式表記、内閣告示や、宮内庁告示などでは皇族に、宮号が冠されることはない、皇太子を除くため、それらの告示が掲載される官報での表記は、文人親王妃寄子とされる。ただし、同じ政府による表記であっても、ホームページなど、 国民一般へのわかりやすさが重視される場面では、秋篠宮妃の表記も用いられる。マスコミ等では、のりこ様と表現されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。